配属先が決まるのね。お姉ちゃんと同じ隊になれるといいけど。いえ、今は考えても仕方がないわ。とにかく集中しないと。私の実力なら完璧に課題をクリアできるはずだわ。落ち着いて対応しさえすれば。戦闘向きだってお姉ちゃんも褒めてくれたし。
に差し掛かったようね。いい調子でこなせたと思うけれど、次は油断は禁物だ。全員揃ったわね。エデン隊長、質問よろしいでしょうか。あら、ナオミ、海抜群は名前で呼び合う慣例があるの。そんなにかしこまらないで。
みんな見た目と年齢がちぐはぐでしょ。階級も事務処理上のものだし。海抜軍が重視するのは強さだけってことだ。強さだけって言い方はあまり好きじゃないけど、大体はそういうことね。それで質問は何かしら。はい。あの、まだハルカさんが到着していません。何かあったんじゃ。ハルカはうちの小隊のオペレーターなの。テレパシーで後方から支援してくれるのよ。聞こえます？半径500キロ程度ならシステムの補助なしでテレパシーを送れるわ。ただ体力を消耗するからグループに入ってもらうわね。ナオミ、カサネ、パーソナルポートを開放して。各班の代表はナオミと、あら、カサネなの？シデン偉いわ。新入隊員に班長を譲ったのね。いえ、私の方がふさわしいと思ったので志願しました。まあ、それで納得したなんて、シデン、偉いわよ。さて、早速任務にかかりましょうか。ハルカの誘導で所定のゴールへ向かってちょうだい。途中の階は全て殲滅。ただし、叶わないと判断した場合は逃走を許可します。以上よ。了解。それじゃあ、カサネちゃん、気をつけてね。試練をあまり挑発するなよ。いつでも全員と連絡が取れるから、何かあったらすぐに知らせて。新都市開発特区か。つまらん場所だな。任務に面白いもつまらないもないでしょ。バカめ、この辺りは大した怪異が出ない。新兵にはもってこいの訓練場所なんだ。僕ほどの超能力者になれば。何？あのドローン。もうジャミングしといたのにバレたのね。強化隊長、カラスです。え？うちにカラスの餌食になるような子いたかしら。カラス、カラスってマスコミのことですか？ランドールのお嬢さん狙いじゃないのか。民間人を助けた英雄なんだから。いえ、僕の立ち入り禁止区域に小玉正体が出撃中です。おそらく嵐狙いでは。嵐も気の毒にな。カラスにつきまとわれて。せっかく児玉隊から外れたのに、また奴らの近くで戦うのか。みんな、カラスの中継がかなり邪魔だと思うけれど、気を取られないでね。ジャミングされてる時点で招かれざる客だって理解できないのかしら、カラスって。仕方ないわ。マスコミは海抜軍の活動を中継する権利を盾にやりたい放題だもの。鬱陶しいが、まあ有名勢ってやつだな。みんなの攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。はやるぞ。敵は麻痺状態ね。今のうちよ。僕の超能力を使え、重ね。
ステルス開始ってか。指差して動きづらいわ。サポートしてやるか。この僕がサス接続してやってるんだ。せいぜいうまく使いこなせよ。できるものならな。重ねのためなら。じゃあ、あとよろしく。やったわ。私たち見失ってるようね。敵が珍しいものを落としていったわよ。見事な先制攻撃だ。はあ、借りるわ、シデン。僕の超能力のおかげだな。今の場所が狙いどころみたい。ここで行け。捕らえた。今の攻撃は見事だったわね。しっかり受け取って。試練の放電が有効かもしれない。まだまだ行くわよ。仕事した。ステルス開始ってか。私に任せて。世話を焼かすな。敵をしびれさせた。いける。なかなかいいものが手に入ったわよ。付近に物資反応があるようだが、取りに行くのは任せるよ。狙いどころを
じゃあ、あとよろしく。嵐の超高速を使わせてもらいましょう。耐えられる。なるほど、それがお前の念力での戦い方か。そこそこ応用が効く超能力らしいな。ドライブだ。お手並み拝見だな。僕の超能力のおかげだな。次は敵が珍しいものを落としていったわよ。は？敵をしびれさせたわ。あとは任せてよ。決めるわ、ズミン。すごいな、鮮やかな手際だった。伏線をうまく使えば、重ね、させよ。温存はしない。私の複製能力を使うのよ。近くに物資反応があるようだ。チェックしたらどうだ。俺の出番みたいだな。さすが重ね。重ね、常人のスピードじゃあの怪異には対抗できないわ。札を使った方が良さそうよ。敵はずぶ濡れ、放電能力が効きそうで。なるほど、それがお前の念力での戦い方か。そこそこ応用が効く超能力らしいな。嵐渡して。居住地にするため開拓が進められていた場所なの。
工事中断後の今も重機だらけね。それと水波川にかかる橋はまだ交易ルートとして使われているわ。もっと力を。調子よく振る舞ってるが、腹の中じゃ何を考えてるかさっぱりだ。それにあいつ、僕にだけ妙に当たりが強かった。じゃあ、あとよろしく。嵐渡して。試練の放電が有効かもしれない。今の場所が狙いどころみたい。無駄よ、終わりに。いけ。水浸しで最悪だ。動きたくない。うっとうしい。今の場所が狙いどころみたい。
いける。終わりに。無駄よ、済みに。今の攻撃は見事だったわね。僕が班長でもこれぐらいのことはできる。何かいるわ。さすが重ね、私より早く怪異の反応を捉えたのね。止まって、こいつは重大怪異だわ。隊長、ゲンマ、目的地点に重大怪異出現。重大怪異って過去に海抜群を殺してしまった怪異のことですよね。その通りよ。来るわ、迎撃します。私たちがそっちに着くにはもう数分かかるわ。持ちこたえて。重大怪異接触します。重ね、無理したらダメよ。視点、フォローお願い。面白い。僕の力を見せてやる。吠えてないで、さっさと片付けるわよ。嵐渡して。海抜群を殺した怪異、闇雲に攻撃するだけでは危険。頭を使え。例えばあれを利用するとかな。念力のお手並み拝見だ。力を貸して。
任せてよ。まだこれからよ。強化お願い。やったか。余計なことをするな。自分の身くらい自分で守れる。全ての指揮を取りました。あとはこの試練に聞いてください。何？遅れてごめんなさい。よく戦ってくれたわね。って、あら、試練ったらかわいそうに。すまん、こちら嵐だ。カラスどもがそっちに食いついたらしいね。嵐？そうなの、試練が捕まってるわ。今こっちで引き取る。あら、嵐らしくない。カラスがいないと小玉の機嫌が悪くなるんだよ。はーい、嵐スプリング隊、これから奥で怪異掃討作戦を行います。マスコミの皆さんもぜひいらしてください。
やっといなくなってくれたわね。みんな、巣王に戻りましょう。了解。